気象学と近い内容を持つが気象学と異なり気候学では人間活動の影響を考えることで自然地理学の一分野を成している気候に関する概念自体は古来からあったとされるが古代のヨーロッパではヘロドトスがギリシャの気候についての記述などを行っていて吉野正俊はヘロドトスを古代の気候学の第一人者と評している 中世では気候学の発展はあまり見られなかったが、17世紀になってから同種の温度計や気圧計を用いた多数の地点での観測が始まった。18世紀では蓄積された観測データの観光が始まり、後に観測地の平均値などの分析を通して気候についての記述がなされるようになった。なお、18から19世紀では気候とは 特定地点の大気の平均状態のことを指していた。19世紀から20世紀にかけて気候学は科学としての発展を遂げた。福井栄一郎はユリウス・フォン・ハンを気候学の創始者とみなしている。ハンは著書ハンドブック・オブ・クライマトロジーで気温などの要素の地球規模での理論的な特徴に重点を置いた。これは 気候学を地理学の補助的に位置づけるとともに気候を統計的な分析対象ともみなした。気候学はそれから少なくとも50年間はほとんどこの伝統のままで物理理論をほとんど利用せず統計数学の広範囲な利用を増加させることになった。その結果、ほとんどの気候学者の専門は物理学よりもむしろ地理学だった。イギリスの気象学者 C.S. ダーストは1951年に次のように述べている。現在行われているように、気候学は主に進展に重要である、物理学的な理解の基礎を持たない統計研究である。しかし、近代以降、気候システムや気候変動についての考察が行われ、航空技術の発達などにより、気象現象を捉える技術が向上したことにより、 気象現象の過程やメカニズムを捉えることに重点を奥学森へと移行していった。現在では気候学は地球物理学と自然地理学の双方の影響下にある。現在は気候モデルや地球システムモデルの出現によって気候学は大きく変わりつつある。これらのモデルを用いて将来の地球温暖化の研究や気象再解析を用いた近い過去の気候を含めた イベントアトリビューションなどの研究が行われている。これらの研究はそれまでの伝統的な気候学とは違い、全球規模を対象にした、熱力学を含む、物理学や場合によっては、生物、化学過程を含むものである。これらの研究は、数値予報技術、理論気象力学、経験的な統計気候学を統合し、部分的には実証学的なアプローチを試みるもので、ある。 そのため、このような研究は、気候科学と呼ばれる場合もある。気候学は、一般気候学と気候史に分けられるが、地理学的気候学と気象学的気候学に分類されることもある。地理学的気候学では、大気と地理的事象との関係性の分析。気象学的気候学では、大気現象の物理学的な解析が目的となる。また、研究方法から、 統計解析による研究を行う統計気候学、天気図などの分布図を用いた考察を行う相関気候学、気団を用いて気候を表現しようとする気団気候学、産業や生態、災害に影響する気候条件の研究を行う応用気候学に分類することもできる。取り扱うスケールから大、中、小、かすかの各気候学、 さらに地質時代の気候復元などを行う、古気候学などに細分化される。近年クローズアップされている、地球温暖化、ヒートアイランド、エルニーニョ、サンセイウなどの環境問題へのアプローチにも、気候学が果たす役割は欠かせないものであるだろう。地理学としての気候学の研究例として、福岡吉高は、都市気候学と災害気候学を挙げるとともに、 このほか資源気候学を提唱している。例えば、都市気候学の研究では、都市の形成に伴う気候変化や人間活動に伴う温暖化を研究する場合、都市の形成のために適した気候を研究する場合の2つが想定される。ありがとうございます。